ジェイ先輩です。ノクタン。ジェイコだよ、ノクタン。今回はまた酪農場に再挑戦しようと思います。ただ、クリアを目指しつつも、例の棺桶があったじゃないですか。あったね。あれをどうにかしてみたいんです。ということで、本来初見プレイで操ることになるアントニオで、酪農場、行ってみよう。やっぱり最初にプレイしたのが彼。はい、そうでした。で、武器が無知ということで興奮してましたが、なんと自動攻撃でしかも左右にしか出ないので、逃げるのも大変じゃねえ。なんて思ったことを覚えてます。まあ最初にこれだと戸惑うか。しまった、取っちゃった。何の意味もない。無知は完全に左右とほんの少し上に攻撃するので、上下に広い斧を最初に選びました。そしてある程度狙ってくれる魔法の杖。これでだいぶ楽になりますね。武器次第ね。よし、ルーンとレーサーが来た。ここも広いとはいえ障害物が多いから使えるでしょう。そもそも画面端で跳ね返ってくれてるしね。今のところいいですよ。無知もいいね。リーチが左右に広く、しかも範囲内の敵全部に攻撃するので、思ったほど悪くはありません。必ず左右に出るって分かってるからいいよね。真横から敵に当たればいいですからね。宝石集めも簡単じゃないか。強いんじゃない。問題は強い敵が出てきた時です。リザードマンはどうかな。割と倒せてる。そうですね。やや危ないけどちゃんと倒せてます。ムチの出るスピードがまだ遅いから、そこを速くすればもっと使えますね。さすがにサークルから出るか。標的含め真下にいた方が斧が当たっていい。お、いきなり。今回はついている気がする。クリアできるかもね。まあ最低でも棺桶の中身は見てみたい。そうだね。よし、それじゃ結構強化もできましたし、ぼちぼち向かいますかね。全く無強化のまま前は歩いていったから失敗だったんだよね。そうなんです。やっぱりある程度は強くなってからじゃないと。そもそもガーディアンがいましたしね。倒さないと多分中身は見れないでしょう。全員倒せるだけの強さが必要か。道中の敵を倒しつつ進めればまあ OK かな。さあどんどん進みましょう。約2分歩いてますがまだ着きません。走行しているうちにまたボス。ちょうど線路の近くだからトロッコが使える。あればいいけどな。そちらに行くまでが大変ですけども。ほんとだね。あった。無理やり突破するか。いや届きそう。当たってない。もう。でも倒せた。武器がやっぱり強いのね。案外悪くない武器ですよ。ただやっぱりスケルトンブレイズは強いな。ついに出てきた太陽のガーディアン。ビビりますよね。ここにトロッコがあれば楽だったんだけど。上にはあるよ。あ、勝手に発動した。ペンタグラムもありだな。一撃で全員消せる。まあやめておくか。
一応クリアもできることなら目指したいし。賢明な判断かもね。頑張って倒しましょう。お、なんだやれるじゃないか。見た目ほどは強くないかもね。むしろ周りの敵の方が邪魔かも。棺桶の周りでダンスしてるだけだもんね。フォークダンスでしょうか。マイムマイム。懐かしい。くっそー。ここでやられたら元も子もないぞ。中ボスも出てきたし。ふん？なかなか集中できません。雑魚敵の方が強いくらいだね。またボスが出てきちゃったよ。倍速だと面白い。たまにはお見せしようかと。やばい、これきついかも。追いやられちゃったね。まずは回復を探したいんだけど。くぅ、これどうしようもないな。圧倒的な戦力差。結局今回も押し切られちゃうの。そんなの嫌だぞ。ついに回復を取ってしまいました。少しでも楽になりたくて。別にいいんじゃないの。まあそうですけど、とある武器を進化させること以外で武器の性能を上げることができないのが痛いです。まあ枠を一つ埋めちゃうってことね。はい。うわ、ダメだこれ。結局こうなったらクリアは諦めます。とにかく棺桶だけはどうにかしたい。そうね、せっかくだから見てみたいよ。強引にでも突破してみますね。果たしてできるかどうか。これはひどい状況だわ。それでもうまいこと立ち回るとなんとか移動できるものですね。絶妙な動きをしてるね。うまくなった気分になってくる。ゴーレムまで出てきてしまった。まずいぞ、時間がない。あれ、もうほとんどいなくない。あと3人ですね。今のトロッコで倒せなかったけど、まあよし。あとはそこの2体。頑張れ私。やった。え、これでどうなるの。触れればいい。ほらえ、ヴァンパイアは別の棺桶の中。超特別な演出なんですが。特別なキャラなのかな。まるで吸血鬼の像ですね。とにかくやったー。まあ棺桶だから吸血鬼がいそうとは思ってましたが、やっぱり新キャラでしたか。よかったね、解放できて。これでもうやられても悔いはありません。まあできればクリアしてほしいけどね。頑張ってはみます。うん、無理かも。うん、無理そうだね。敵を倒すのではなく、ただ逃げるのみになったとき、もはや時間の問題です。そうだよね。あ、せっかく倒せたのに。
まあどちらにしても無理だったね。よし、ちゃんと解放されてる。これだけでも大収穫だね。それじゃ次回は彼女で。じゃあアンロックできない。コインが足りない。なんだと。また頑張ります。ノクターン。またね、ノクターン。